はい、よろしくお願いします。今回は高校受験対策の文章題シリーズ第5弾をお送りします。で、問題2もありますので、まず1回ね、動画止めていただいて、ぜひチャレンジしてみてください。で、やってもらった後にね、分かんなかったり不安なところがあれば、今からね、自分が両方解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、行きましょう。じゃあ画面下げますのでお待ちください。行くよ。で、ちなみにこの文章題シリーズ、文章題シリーズなんてあったのっていう方ね、結構いらっしゃると思うんですよ。で、これなんとね、2年以上ぶり、文章題の第4弾が2016年だったんで、そうなんですよ。だいぶ久々なんですが、まあ、あと4つしか動画ないですけど、これを機会にね、ああ、そっちやってみようかなって思う方は、再生リストとかから、ぜひね、見てやってみてください。で、まず第1問目がですね、まあ、こういうアンケートを取ったんですよね。1、2年生に300人、合計300人に朝食と食べてますかみたいなアンケートを取って、まず、90% の人が食べてるよって。で、10% が食べてないっていう答え。で、大事なのが、その今のね、1個目の質問で、食べたって答えた人の中で質問。その中で、1年生、3品以上、朝食で3品以上出てきたのが 60% で、2年生は 50% ですよって言えば、この数字を見て、3品以上と答えた生徒が1年生合わせて149人だった。だからこの3品以上が149人なの。合わせてね。時に、朝食を食べたって、ここです。朝食を食べたって答えた1年生、2年生がそれぞれ何人だったかを求めたいと。まあ、途中式もね、書いて求めなさいという問題です。で、こういうタイプの問題はですね、まあ、これかなり自分がこう省略して表記してるんですが、もともとはね、ちゃんとこうなんかカレンダーじゃないや、なんかプリントみたいなのがちゃんと貼ってある入試問題だったんですね。で、情報が多いと、まあ、数字が多かったりね、情報が多いとですね、やっぱり難しく感じます。人っていうのはそういう風に感じるんですよ。で、自分がよく言うんですけど、受験問題、まあ、もちろん難しいのは難しいです。ね、鬼畜問題もありますけど、難しく見せてるだけで実はそうじゃないっていう問題もたくさんあるんですね。そう、そこで諦めてしまうのか、諦めずに挑戦するのかってすごく大事なターニングポイントに、ね、当日の得点にも関わってきますので、あんまりこう難しそうだなって思わずに、ぜひね、聞いてもらえたらと思います。で、で、まとめていくと、まず求めたいのがここなので、まあ求めたいものを XY って置いていきましょうと。つまり、じゃあ、ちゃんと書くとね、朝食を、食べたと答えた人数でね、答えた結構最近ね、この途中式を書きなさいっていうのは結構多くなってきてるので、まあ、わかるけどね、言葉足らずっていうことも出てきたりするから、ちょっと気をつけながら見ましょう。答えた1年生2年生をそれぞれ、まあ、求めたいもの2つあるんで、文字も2個いきましょう。 XY と置くと、まあ、求めたいものをね、XY 置くは数学の王道ですからね。もちろん違うのがいい時もありますけど。で、まず、朝食を食べたのが全体の 90% です。90%。つまり、まあ、ここまでね、詳しく書かなくてもいいと思うんですよ。でも一応、なんか、省略しちゃってて減点って食らいたくないので、ちょっと丁寧に書きます。そこの判断はみんなに任せますね。90% が、赤が、インクがまずいね。食べたと、答えたので、今、ここのね、90% に X と Y がいるわけですよ。まあ、1年生、2年生でね。ってことは、答えたので、1年生の X 足す2年生の Y をするのが、300人の 90% です。計算の仕方は、300人のパーセントは絶対に100分のをくっつけないと計算式に入れられないので、100分の90とこうなります。これが1個目の式です。文字を2個使っている時点で必ず連立です。2個式を立てなければ解くことができません。だからもう1個必要。ま、で、もう1個どこで作るかなって言ったらここだよね。わざわざ149人で言ってくれてるわけだから。ここで勝負します。だから1個目の式ね。で、もう1個が、1年生、もともと、この朝食で食べましたって答えた。だから、X 人の中の 60% が3品以上って言ってるわけ。で、Y。2年生のね、朝食食べましたよって答えた Y 人の中の 50% が3品以上だったわけ。
ってことは、X 人の 60% だから、で、いこうか。これもちゃんと書くか。1年生の 60%。2年生の 50% が3品以上。だから、X の 60% っていうのは、100分の 60X です。その X に100分の60をかけるからね。で、それ、プラス Y の 50% なんで、同じように100分の 50Y とこうなります。で、それを足したものが149人って言ってるので、こうなる。で、こういう、まあ、自分の、考え方ですけど、受験の途中式書きなさいっていうのは、式の立ててる部分。ここさえ丁寧に書いてれば、計算に関しては別にちゃんとなくても大丈夫です。それは別に他のところでやったって。それわざわざ全部計算の途中式まで全部書かなきゃいけないとは思ってないですけど。じゃあこれをね、綺麗にやっていきましょう。で、まずここはね、300と100が約分できるんで、これ外でやりますね。X プラス Y イコール、270か。止まってしまった。で、こっちですね。でも、全体100かけてもいいんですけど、まあ、100かけるか、1回ね。1回かけて、60X プラス 50Y。100をかけるは0、2個つけると同じなんで、14900となります。で、このまま勝負するのはちょっとめんどくさいです。数が大きいんでね。全部に0がくっついてるから、0、1個切ります。こうやって。まあ、10で割ってると同じ状態です。で、こうなりました。で、この連立やっていきましょうと。で、上の式に、まあ、5をかけましょう。5をかける。ってなると、ちょっとこっち持ってきますね、下に。5をかけると、5X プラス 5Y イコール1350とこうなります。で、引くと、X、Y 消えますからね。X イコール140。で、これを、解くと、X イコール140で、まぁ、X が140だから、元々これがね、簡単な式なんで、Y は130ですね。と、こうなります。で、元々出したかったのはこの XY そのまま出したかったものなので、つまり、1年生、まあいいか、朝食を食べた、まあ朝食を食べたがないから罰なんてことはないと思うけどね。減点もないと思うけど。食べた、一年生は、140人。で、もうすっごい点々使うから迷ったけどね、動画的に。まあ一応書こう。朝食を食べた、二年生は、130人。で、これで終了となります。パーセント。すごく苦手な方って、これ小学校の時から割合が苦手だった方はね、そのイメージがすごい払拭できないんだよね。できないんですけど、使い方は普通に100分のをつければいいだけです。基本的にはね、もちろん 30% 割り増しとかなるとちょっとね、100分の130になったりすることもありますけど、まあ、基本的にこういう使い方ができますので、ぜひね、覚えておいてください。で、2番です。あらら。使っちったな。思ってる場所使ったよ。で、2番はですね、ちょっとここに何も書いてないんで、ちょっと口で読んでいきます。水道料金の話ですね。で、水道料金が、基本料金プラス、使用量に応じた使用料金です。だから、水道料金、水のね、料金があるじゃないですか。で、基本料、プラス、使用量、っていいかな?っていう計算式になってますよっていう話がしてあります。これどういうことかっていうと、基本料はもういくら使うか、まあ、極端に言えば1ヶ月水を使わなくても払わなきゃいけないんです。まあ、2000円か3000円かわかんないけど。これ絶対払う料金。で、それプラス、じゃ水をいくつ使ったら使った分だけプラスで払ってるのが使用料金です。そういうシステムになってるよ、だと思ってますね。で、まあ、基本料金はいいわけですよ。まあ、全員払うからさ。問題はその使用料の方で、ここのルールが、まとめますね。30立方メートルまでは、まあ、いくらって値段があるんですよ。分かってないんですよ、これが。分かってない。で、求めたいのが最終的に、その30立方メートルまでの使用料金。まあ、1立方あたりだけどね。なので、ここ求めたいから X 円って置きましょう。
さっきも言ったように求めたいものは X で置きます。まずね。で、もう一個大事なのが、じゃあ30超えた時。使ったのが、まあ、いっぱい使いましたと。30立方を超えてくると、30立方までの料金に80円プラスされると。80円高くなるって言ってるからね。でもこれは、ここを X って置いてしまえば、80円高くなるんだから、X プラス80ってすぐわかりますね、ここは。で、こういう料金システムなわけ。で、基本料分かってないです。で、その時に、32使ったら5310円。メモりましょう。32使ったら、5310円。もう一個、28使ったら4710円。まあ、2個ね、こうやって与えられてるから、それぞれ式作って連立でしょみたいな感じですね。でも結論から言うと、連立でもいけるし、一次方程式でもいけます。文字1個だけでもいける。どっちでもいけるんですけど、まあ、おそらく、連立でいく方が多いかなと思います。本当は一次方程式の方が楽なんだけどね。そう。まあ、一次方程式は式だけ最後に紹介します。連立でいきましょう。で、どうやっていくかっていうと、まあ、それぞれやっていきましょう。やっていくんですけど、さっき言ったように水道料金は基本料金も置かなきゃいけないので、わかんないんだよ。基本料金。だから、基本料金を Y って置きます。Y。ここをね。で、使用料金こっちです。じゃあ、まず32を使った時を、あと28の楽か。こっちで考えていきましょう。28からね。28使った時っていうのは、基本料金払わなきゃいけないんで、まず Y 払います。払う。で、28までは全部 X でいける。1立方あたりね。だから、1立方あたりとか言うとめんどくさいんだけど、1使うと X なの。2使ったら 2X なわけ。倍になっていくから。3使ったら 3X。じゃあ28使ったらって 28X でしょ?で、これで4710円なの今。こっちはね。いいかな?で、問題はこっちです。32。で、もともと基本料金は払うから払ってください。基本料金。で、問題はこっちで、32ってことは、30までは、X で払ってよかったんだけど、30から32までは、ちょっと割り増しになっちゃうわけ。X プラス80。だからそこの部分を考えると。で、まず30までは X でいけるから、30X だよね。30X。で、はみ出ちゃった31と32、ここだけ X プラス80をかけなきゃいけないから、はみ出たのは2個。2個に X プラス80をかけます。これで全部料金なら5310円と、こうなる。で、あとはこの連立を丁寧に解けば終了となります。まあ、解きましょうか。上はいじれないので、ちょっとこのままいきます。順番だけ変えておくね。で、下いじりましょう。まあ、Y は変わんないもんね。30。まとめるだけです。ここに160来るんで、右辺持っておいて5150か。あー、上下逆にしたかったね。マイナス出てきたらめんどくさい。こうなって、マイナスが440か。で、マイナスマイナス両方プラスに変えて、4で割ると、X イコール110。となって、求めたかったのはこっちです。30までの使用料金。まあ、1立方あたりの使用料金だから、別に Y 出す必要ないんでね。基本料金出せって言われたら出す必要あるけど、別に出す必要ないから、ここでストップ。だから、求めたかったのは、1立方あたりなんで110円。これで終了となります。いい?で、さっき言った、もう一個のやり方ですね。この110円のでかく書いたことによって入るかな。考え方としては、基本料金別にこれ両方払うじゃないですか。だから基本料金無視するんですよ。で、考え方として、まあ、図を使いましょうか。これ料金だと思ってください。32まで使ったやつ。32まで。で、基本料金が、まあ、ここだとしてください。で、こっからじゃ32分あって、で、30だと区切りが出てくるんで、ここでま、30のゾーンだと思って。で、何をやりたいかっていうと、32までの料金がこれだとしたら、28までの料金どこかなって考えるんですよ。そうすると、28までの料金って、まあ、この辺ですよね。で、当然基本料金も含まれるから、ここが28の料金になるじゃないですか。で、今、32の料金から28の料金を引き算します。つまり5310から4710を引くと600円ですよね。それがどこかっていうと、ここなわけ。ここ600円ですよね。図で考えるとまだわかりやすい。600円になると。ってことは、その赤の部分、
ここが600円っていう式だけ立てればよくねって考えるの。今基本料金は引いちゃってるからもう問題ない。元々の基本料金からこっちの基本料金引いてるから考えなくてよくなる。で、今この X と X プラス80だけ置いていくと、元々28で切ってるから左側、転生より30より左側のゾーンって2個分なんだよ。2個分30から28だから。で、右側も当然2個分あるんで、X を2個分プラス X プラス80を2個分左側の2個分 X の分と X プラス80の2個分を買うと払うと、それが600円ですよねっていう、これで式完成です。で、これ解くと、これまとめるとまた 4X イコール440になるので、 X イコール110で終了となります。で、これどちらでも構わないんですけど、まあどっちでもできるようになっておくと個人的にはいいかなとは思いますので、ぜひね、復習の時にやってみてください。では、今回はね、この2問やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。